ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおー。リンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1978年昭和53年に放映をスタートしました。銀河鉄道999の車掌さんを解説したいと思います。銀河鉄道999については深掘りしてきましたが、車掌さんって、主要人物のくせに実は一番謎な人物な気がするぜ。謎すぎて、わからないことが多いわ。今回の解説で、少しはわかるかもだぜ。知らない人も楽しんで。知っている人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。車掌さん。本当の名前は誰も知らないで車掌さん。松本零士作、日本のアニメ黎明期に子供だけでなく、大人までも虜にした不朽の名作、銀河鉄道999。今見ても全く古さを感じさせない作品ですが、その銀河鉄道999の車掌を深掘りしていくぜ。999号の車掌であり、銀河鉄道株式会社の職員。本名は明かされていないわ。声優は、肝付金太さん。テレビアニメや劇場版だけでなく、その派生作品ゲームなどでも演じているわ。10万以上ある銀河鉄道規則を、丸暗記していると自称していますが、稀に規則の載っているであろう手帳をめくっていることもあるので、実際に丸暗記しているかは怪しいぜ。銀河鉄道999において、星野鉄郎、メーテルと並ぶ主要レギュラーであり、特にテレビアニメ版では、駅に到着する前に、乗客、視聴者に、停車駅、停車時間を知らせるために登場することが定番であったわ。車掌ゆえ停車駅に関する知識も豊富であり、メーテルと共に作品世界を案内する役回りを担っているぜ。エターナル編及び劇場版第3作、エターナルファンタジーは、車掌の。ええ、皆様お久しぶりでございます。という読者への挨拶から開始される。職業柄、列車から離れることは滅多にないわ。ただし懺悔の国駅ではアンドロメダ編で唯一の休暇を、銀河鉄道より与えられているぜ。また、無理やり連行された場合には鉄郎らと停車駅で、行動を共にすることもあるわ。帽子と制服の間から見える顔の部分が黒い影となっており、そこに黄色く光る丸い目が見えるという、ユニークな姿をしているぜ。連載当初は細めの体型でセリフがカタカナ書きでしたが、テレビアニメ化が決定する頃から、滑覆の良い体型でセリフも普通のかな混じりとなり、単行本では、第1話から普通のセリフに修正されているわ。制服は紺色。丈の長いダブルボタンの上着、もしくは街灯を着用しているため、ズボンが目立たないぜ。街灯とは防寒防雨のため服上に着用する衣服のこと。車掌が普段着用している制服は冬服であり、これとは別に夏用の制服も支給されていますが、デザインは全く同じ。車掌曰く、デザインは同じでも風通しの良い素材。であるとのこと、動輪マークの防霜がついた制帽。テレビアニメでは当時としては複雑になる作画を避け、動輪でなくただの丸である。999と、木文字で書かれた腕章を着用するわ。劇場版では、直立不動の姿勢を取った時に、腕章がずり落ち、慌てて直すという描写がよく見られたぜ。人物について、鉄郎から、クソ真面目、と言われるように真面目であり、規則に忠実。乗客には敬称をつけ、敬語で話すぜ。腰が低く優柔不断なところがあり、争い事を好まない傾向が見られますが、口述する車掌のかつての恋人、マーベラスがフィメールと身分を偽り乗車し列車妨害を引き起こし、鉄郎やメーテルに悪態をついた際には、あなたが誰であろうと規則に従って宇宙空間に放り出す。と毅然とした態度を取り、フィメールがさらに悪態をついた際は、彼女の方を拳で殴り倒すという場面も見られたわ。基本的には知的で、かつ親しみやすい人物として描かれており、車掌としての職務をよくこなしているため、メーテルからも信頼されているぜ。しかし、危機的な状況に陥った時やメーテルの裸を見た時などは、冷静さを失うこともあるわ。また、乗客の安全よりも運行ダイヤを優先しようとする機関車に反発し、言い争うことが多々あるぜ。ヤーヤボールの小さな世界で機関車が乗客を見捨てて、惑星を発射した際には、座席に寝転がって職務をボイコットしたり、この時の車掌は普段の穏やかなイメージに合わない暴言を吐いている。絶対機械圏では客車の窓から、宇宙空間に身投げしたりもしているわ。テレビ版でも概ね原作に忠実な描写となっていますが、車掌室で居眠りをし、機関車や運行指令からの通達を受けるのを面倒くさがったこともあるぜ。54話終わりなき夏の物語では、環境の変化で死に絶えたインセクターの赤ちゃんのうち、唯一生き残った子を抱きしめ、自身への処分も顧みず、規則違反であることを知った上で、機関車に終わりなき夏の惑星に、引き返すよう指示するという描写もあったわ。76話、
水の国のシャイアン後編では、原作にはない起点を聞かせ、ハイジャックされた39号を危機から救っているぜ。第100話、ルーズゾーンの妖怪では、この時は機械類や人間の心がルーズになってしまうという、ルーズゾーンの影響を受け、停車時間をいい加減に案内したほか、行方不明になった鉄郎を探すのをやめてしまい、メーテルに呆れられたこともあったわ。旅での変化。物語初期の頃は銀河鉄道規則に基づいて行動し、無断で乗ってきたり、途中で引き返そうとして暴れ出す乗客を、有無を言わさず外の宇宙空間へ、放り出す冷酷さを示すこともあったぜ。テレビ版ではこうした描写が一部カットされているわ。また、ガラスの体を持つ39号のウェイトレスクレアの体が、バラバラになった時には、規則に従ってその欠片を宇宙へ撒いたりしていたぜ。しかし、39作中での旅を通じてその性格は変化していき、物語の中盤以降は、鉄郎やメーテルと乗務員、乗客という関係以上の、信仰を深めていくことになるわ。好奇心という名の星で、惑星好奇心を支配するコンピューターたちにより、殺されそうになったところを鉄郎に助けられた際には、車掌は鉄郎に恩義を感じて、フルーツの盛り合わせを差し出しているぜ。原作のみの描写、テレビ版では68話で映像化されているが、原作にないゲストキャラクターが登場したことで、その最後を見とるという描写に変更されている。テレビ版では69話の C62 の反乱で、39号が途中停車した際には、鉄郎らと一緒にレクリエーションを楽しんでいるわ。またこの頃になると、銀河鉄道規則よりも、鉄郎らの安否を気遣う様子が見て取れるようになり、彼らを助けるために、39号と少々強引な手段で交渉したり、規則を破ってまで鉄郎を助けに行くようにもなったぜ。初期の頃は鉄郎らをお客さんと呼ぶことがありましたが、後に鉄郎さん、メーテルさんと呼ぶようになるわ。たまに、鉄郎くん、メーテル様、と呼ぶこともあった。車掌の態度に変化が見られるようになるのは前述の、好奇心という名の星であり、その前の化石の戦士では、パスをなくした鉄郎に対し、事務的な態度で彼の乗車を拒否しているぜ。ですがテレビアニメ版においては、好奇心という名の星の映像化が、68話と後回しとなった結果、第13話化石の戦士後編で、パスを奪われた鉄郎に対して、記憶より消去願いますと釘を刺しつつ安否を気遣う様子が、初めて描かれており、原作での対応と異なるわ。劇場版第1作ではあまり前面には出ず、せいぜい鉄郎に好意を抱くクレアを冷やかすぐらいで、鉄郎との信仰を感じさせるシーンはほとんどなかったぜ。ですが、続編の第2作さよなら銀河鉄道39では、アンドロメダ編の、ストーリーのまとめとなることと、それに由来して、後述のテレビ版で尺に収まらなかった、正体に関するシーンを収めるため、冒頭から鉄郎と馴染み深いやりとりがあり、若干のパラドックスとなっているわ。過去。テレビ版では42話の、フィメールの思い出において、銀河鉄道の車掌になる前の過去が描かれているぜ。彼は若い頃、思い出の顔という星に暮らす、やや釣り目の美女マーベラス。声、麻生美代子。と交際していたわ。車掌とマーベラスは、思い出の顔の大地で星空を見ながら、お互いの夢を語り合った仲であったぜ。その後、停車駅思い出の顔に向かう、39の車内で、フィメールと名乗り、中年女性に変装していた彼女と再会しますが、長い歳月のうちに双方の価値観には大きな隔たりが生じていたわ。テレビ版では当時の車掌の姿が描かれており、車掌になる前ということで服装こそ違えど、顔の部分だけが暗く、目だけが光る今と同じ姿をしているぜ。また二人が互いに語り合ったという夢についても、具体的な形で描かれており、車掌は銀河鉄道の車掌になり、お金を貯めてマーベラスを迎えに来るという夢を、マーベラスはそれまでの間は学校に行き、機械化人の整備士をしながら車掌が迎えに来るのを待つという、夢を語り合っており、車掌の回想という形で見せているわ。松本の別作品となる短編を原作としたオリジナルストーリーとなる、テレビ版85話では、車掌は停車駅、つかの間の恋で、彼女のことを思い出す姿が描かれたぜ。メーテルとエメラルダスの少女時代を描いた OVA 作品、メーテルレジェンドの頃にはすでに39号の車掌職についていることが、後編第2楽章の最後で確認できるわ。銃の扱いにも長けており、テレビ版19話の懺悔の国では、戦闘ホバーを一発で撃ち落とし、テレビ版最終話では、鉄郎から借りた戦士の銃で、鉄郎の手足の手錠と足枷を切ったぜ。正体。実は非実体の透明人間で、高圧ガス体である。通常は制服の中のミクロク影が出て、他者から視認することができるぜ。テレビアニメ版では、第7話で帽子が取れた時に視覚を失う。頭部を喪失する。描写がありましたが、これ以外では、制服が脱げても、
ガス体の体が欠けるという描写はなく、原作にはその描写はない。入浴していたりもしているわ。原作とテレビアニメ版では普段は鉄郎以上の風呂嫌いを標榜していますが、これは服を脱ぐと正体を晒すことになるためであり、実際に入浴した際には楽しそうに鼻歌を歌っている描写があるぜ。劇場版第2作さよなら銀河鉄道999では、風呂好きを推測させるシーンがあるわ。また短時間であれば宇宙空間に放り出されても耐えられるぜ。ガス体という体の性質上、無重力空間での遊泳は得意。テレビ版では106話の幽霊駅13号では車内を無重力にして鉄郎と共栄し、彼よりも早く泳いでいるぜ。優柔不断な性格のために機械体と生身の身体とを選ぶことができず、保有する形で非実体の身体になっていたわ。本人にとってそのことは恥と捉えていて、その事実を暴かれることを極端に嫌うぜ。現在のその体については触れられる作品とそうでない作品がありますが、前述の通り優柔不断であり、それが原因で現在の体になったとされているわ。視聴者にはこの事実はテレビアニメ版最終話において終着駅の行き詰まえの停車駅惑星コウモリのシーンで明かされるはずでしたが、尺が足りなくなってしまい削られてしまったぜ。そのため彼の正体に関する明確な説明は制作中だった。戦術の劇場版第2作に取り込まれることになり、終盤で鉄郎に正体を明かして生身の体に戻る決意を示すシーンが登場したわ。原作ではメーテルの旅において車掌が決断できないでいることを作中のキャラクターが指摘している描写がありますが、明確に正体を明かす場面がないために、原作しか読んでいない読者には車掌が結局何を迷っていたのかが分かりにくくなっているぜ。ただし原作テレビアニメ版のどちらにも彼が透明人間であることを示唆する描写はあったわ。原作の初期に車掌の中身に関する鉄郎の問いかけに見えてるが、案外制服の下には何もないのかもしれないわと答えたり、テレビ版重力の底の墓場で転倒した拍子に帽子が脱げた車掌の中身がないことに鉄郎が怯えたり、テレビ版の懺悔の国のシャワーシーンでは彼の姿は見えず、シャワーの蛇口だけが空中に浮いているシーンがあるぜ。なお、この回では原作テレビ版ともに入浴中の車掌の姿を見た女暗殺者は絶叫とともに気絶し、その後も恐怖に震えていたわ。この他テレビ版110話メーテルの旅後編において別次元の車掌と慌てて野原で服を着る際、何もない空間に制服が順次着用されていき、帽子をかぶったら目が光ったという描写もあるぜ。エターナル編では惑星パラサイトに止めろと要求された時に拒否し、体を銃で撃ち抜かれましたが、私目には体がありませんからねといったシーンもあるわ。ただしアンドロメダ編では銃を突きつけられると両手を挙げて降参していたぜ。車内紹介。機関車内部コンピューター類がびっしりあり、機関車コンピューター自身が職務に忠実な意思を持ち、自己管理をしながら機関士の役割もしているわ。機関車の音声会話も可能で、通信機能として銀河鉄道管理局との通信もできるぜ。運転車999号は機関車自身が運行するので、普段は運転車の使用はしませんが、手動で運転をするときに使うわ。999号は緊急時に手動による運転も可能なんだぜ。監視車999号の機関車に行くための通路が内部にあるわ。わざわざ石炭の上を歩かなくてもいいですが、あまり高さはないようだぜ。装置室999号の重力バランスを調節できる装置などがあり、999号の車内が宇宙空間でも無重力にならずに重力を保っていられるのはこの装置のおかげなのかもしれないわ。もしこの装置室が外れても重力バランスがオンになっていたら、列車内は重力を保っていられるぜ。一等車主にお金持ちの人やVIPの人が乗車するわ。椅子との間が広くなっており、簡易テーブルがついていて豪華な椅子になっているぜ。二等車鉄郎やメーテルがいる車両。このタイプの椅子が基本でありますが、実はこの椅子はすごく座り心地がいいらしく、疲れにくい設計になっているらしいぜ。食堂車対面式の豪華な椅子に広いテーブルがあり、ちょっと品のいい洋食屋さんの雰囲気を持っているわ。メニューは豊富で、代金は銀河鉄道から支給される金貨で賄うことができるぜ。デッキ付近列車の出入口のデッキドアは客車の座席エリアにはなく、区切られたエリアにあるため、列車の乗り降り車両の出入りの際には客車の内部が見えないわ。車掌室普段の車掌業務が終わり、時間が空いた時や999号が停車駅に停車中などに車掌さんがいる部屋。車掌さんはよく昼寝をしていることが多いわ。医療室車宇宙での長い旅の間に怪我や病気になった時に利用できるぜ。医療室には最先端の医療機器が装備されていますが、999号には専用の医師は乗っていないわ。図書館車
長い宇宙空間を走行中。停車惑星まで時間がある時の暇な時間の娯楽施設となっているぜ。39号の図書館室には、惑星百科や漫画まで置いてあるらしいわ。トイレ。長い宇宙の旅の間にはトイレに行きたくなることもあるため、39号にはトイレが連結されているぜ。トイレの形式は洋式らしいわ。一度、メーテルが監禁されたことがあったぜ。他にもシャワーバスルームや寝台車もあるらしいわ。臨時で走行車などの連結することもあり、車両数は一定していないぜ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。今回は、松本零士さん追悼企画で銀河鉄道39、車掌さんを解説しましたがいかがでしたか？まだまだ今回の解説だけでは謎な部分も多いかと思いますが、許してくれなんだぜ。内容につきましては、諸説ある場合もありますのでご了承くださいね。なお、セリフと画像が違うまたは、他作品の画像の場合もありますが、イメージとして捉えてくれなんだぜ。また新たな情報など入りましたら再度解説しますね。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてほしいんだぜ。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。